こんにちは。老眼なんですけど、老眼って大変ですよね。近いものが見えないとき、メガネだとメガネピッて外してこう見ればなんか見えるんですけど、コンタクト入れてるときに、遠近両用の一応コンタクトなんですけど、やっぱりね、ちょっと近いものがね、ちょっとっていうかやっぱかなり不便なんですよ。遠近両用じゃないコンタクトよりは見えると思うんですけど、それでコンタクトしてるときに近くのもの見えないときに、さらにこうシニアグラスというんですか、流行りの言葉で言うと、僕はなんか老眼鏡って言っちゃうんですけど、コンタクト、遠近両用のコンタクトしてるのに老眼鏡っていうことは、もうメガネはなんて言うんだっけ、メガネは切り離せないじゃなくて、メガネは、取り外せない、いや違う、なんじゃ、メガネは常に持っていなくてはいけない、なんか違う言い方で言おうと思ったんだけど、うまく日本語は出てこないですね。もうね、大変ですね。してね、これね、知らないうちになんかじりじりこう何年もかけてきたもんですから、なんて言うんだろう、こう諦めちゃうみたいな、仕方ないなって感じ。これ多分ね、いきなり来たらめちゃめちゃびっくりしますよ。今の若い人とか、朝起きたら急に老眼とかなんですよ。このね、なんて言うんだろう、じりじり少しずつ気がついたら悪くなっていくとか、まあ、髪の毛とかだと少しずつ減っていくとかね、恐ろしいですね、残酷ですね。気がついた時にはもう遅いみたいな、恐ろしいです。そして今日なんですけど、今日はね、ちょっと難しい話なんですね。テクニックの話じゃないんですけど、古いドラムマガジン、いつのか分かんないんですけど、僕昔のやつも結構捨てちゃってるんだけど、捨てる前にここちょっと取っとこうかなと思ってる記事は取ってあるんですよ。それ見てたらね、やっぱこうストロークで、なんちゅうのかな、ストロークを意識して叩くみたいな記事がですね、まあ今までもあったのかもしれないですけど、そういう記事がね、たくさん僕もなんか読んだ記憶がありますけど、それをね見てね、再認識しました。なんかこうドラムって叩いたら音で出ちゃうので、太鼓とかはあまりこう振り方とか気にしないと思うんですけど、気にしない方多いと思うんですけど、そのね、叩き方でこう音の長さとか、あと音の性質とかをね、コントロールしようっていうね、そういう話、いや大事だなと思いましたね。このテクニックも大事なんですけど、簡単に言っちゃうとですよ、優しい気持ちで叩くとやっぱり音はね、優しくなるはずなんですよ。で、乱暴な気持ちでガオーって言ってガーって叩くとやっぱり乱暴な音になるんですよ。その乱暴な音は音量が大きいかもしれないし、音が汚いかもしれないんですけど、でもやっぱり乱暴な感じになるんですよね。簡単に言うとそういうこと。で、もうちょっと細かく言うと、音質硬い音で出したいとか、音の長さを短めに演奏したいとか、そうなってくると今度チューニングとかの兼ね合いも出てくると思うんですけど、今回はその振り方でコントロールできるかできないか、まあ、できるかできないかっていうよりもコントロール してみようっていう話なんですけど、でもね、ちょっと固めの音欲しいなって思った時は、簡単に言っちゃうと、グリップをね、少しタイトにすると固めの音が出しやすい。特にね、太鼓はね、難しいんですよ。やっぱ当たると鳴っちゃうんで、そんなに
全然違うとか、こうやって叩いたら全然違ったとか、そこまでね分かんないんですよね。ただね、金物系ライドシンバル、ハイハットとかは結構あの出ます、音に差が。特にライドかな、クラッシュシンバルはねちょっと難しいんですよね、コントロールするの。まあとりあえず音の長さに関しては、まあ、ジャーンってやっちゃうともうジャーンって出ちゃいますから、あとはその音量 と、アタックの感じは出せると思うんですけど、ちょっとねあのコントロールしづらいですね、僕の中では。まあ僕が未熟なだけだと思うんですけど、じゃ太鼓はさらにコントロールしづらくてなんですけど、まあ硬い音欲しい時ちょっとタイトにしたりとか、練習パッドで叩くと少しタイトに握って叩くと、ちょっとわかりますかね、これちょっとタイトに、タイトじゃない、タイトじゃない方が音量が出ますね、同じような力で叩いても。でもこれ練習パッドだからあのそういう感じで分かりやすいですけど、これスネアだったらあまり分かんなくなっちゃうっていうね。音量はちょっと変わるかもしれないですけど、それとあとはですね、振り方、例えばこう四分音符にしても、まあ四分音符というか譜面上にある音符が四分音符4個だとして、こうやって上げてすぐ打つ感じにしちゃうとどんな音になるのか、ちょっとね実験してみたらいいと思いますよね。これ練習パッドだと分かりやすいですけど、こういったら裏で上げて、この滞空時間がちょっと長いですよね。そうしたらどうなるか、これとこれ、おそらくねこっちの方があの柔らかいちょっとファットな感じの音になると思いますね。気持ち的にこう上げてすぐピッて振るとやっぱ一瞬なんですけどグリップがピッてこうなるんですよね、当たるインパクトの瞬間とかに。そういうのが影響すると思うんですよ。だからその上げるタイミングで打ったりとか、あとねそうですね、まあつながりですよね。タンタンタタンタンタタンタン、こうやって叩いてるのとタンタンタタンタンタタンタン、もう叩いてる姿でまず見た目でね何か違うぞと。ただ出てくる音はそんなに違わないです、ぶっちゃけ。でもねやっぱりそういうところで少しずつコントロールすることによって、今一瞬ですから本当もうあの4拍子ぐらいの長さですから分かんないですけど、もしかしたらこれ全体的な曲全体でこう演奏した時に長いスパンで考えてこうストローク考えてやった時にちょっとね違いが出てくるかもしれないですよ、バンドの仲間にですね、あれなんか今日いつもと違うねみたいな感じになるような気がします。結構周りの人の方がねあの分かるんですよね。こう自分のドラムって自分のところで鳴ってる音と外側で聴いてる人の音違いますから、実はこっちで叩いててなんかいつもと変わんないなと思ってても向こうに行ってる音が全然違って、バンドのメンバーから今日ちょっと音違うねって言われることがね結構あると思いますよ。僕生徒さんからもそういう話聞いたことありますから、曲によってとかっていうとちょっと忙しすぎますけど、なんて言うんでしょう、まあ、自分の気持ちとしてね、ドラムに対する気持ちとして、振り方、大きく大きく違うのリズムに対してどこで上げてどこで下ろすかみたいな、そういうタイミングとか、あとグリップ少しタイトにしたりとか、あとねここの角度、これフレンチグリップとかジャーマングリップとかアメリカングリップとかでも音が当然変わりますから、そういうのも使い分けてやってみると、さらにドラムの面白さが増すかなと思います、ね、これはもうテクニックじゃないです、振り方ですから少し変えてみる。はい、そんな感じでですね、今日はですねちょっと、まあ、難しいっていうかあまりすごい劇的な効果が出るわけではないお話でした。はい、そんな感じで、今日もですね
これから出かけますけど、老眼に負けずに頑張りたいと思います。あのね、老眼のトレーニングで、知ってる人いると思うんですけど、遠くを見て、して近くのものをパッとこう、遠くのものを見て近くのものをパッと見るみたいな、歩きながらでもできるトレーニング、あの目の筋肉を鍛えるみたいな、たまにやってます、よくはなってないですけど、老眼はなんかあのやそれやった後にすごい目疲れる、目のね筋肉で疲れるのだるくなるんですよね。あの鍛えてるなみたいな、そんな自己満足に浸りながら老眼と付き合っていきたいと思います。ありがとうございました。